北海道には冬が戻ります。ここ数日季節外れの暖かさが続いていた北海道ですが、今日は気温が下がり冬の体感が戻ります。道内広い範囲で路面凍結に朝は要注意です。上空の寒気が南下し、北海道内広い範囲で今日は気温が下がります。札幌でも明け方0度を下回り氷点下となりました。朝7時の気温の予想を見ていきますと、札幌はマイナス1度、そして旭川はマイナス5度予想しております。朝になっても気温は上がらず冷たい状況が続きます。濡れた路面が凍結したり、残った雪がデコボコの状態で凍ってしまう恐れがあります。足元に十分にお気をつけください。